寂しくて暗い部屋で縮こまって声も出ない、そんなあなたの魂にどうか届きますように。その寂しさはあなたのね、優しさとなり開くでしょう。そんなこともあったねと話せる日が来る。たくさん涙が出るんだよ。自分がどんどん嫌になり、夜も眠れずにいるだろう。大丈夫、きっと必ず明かりが灯るよ、この先歩いて行こう。僕の中でも明日は咲く。明かりが灯るよ、この先に一人でも歩いて行こう。ドブの中でも蓮は咲く。